でしょうか。じゃあこの形ね、これがね紙になるんだよ。積もってる。息を落としてから。そこまで落とさないの。いやー、減ってるね。すごいね。ね。さあ、行きましょう。
並んでるね。ねえ。あ、で、左側が駐車場。うん。わ、すごい賑やかな感じがするね。いいね。楽しそう。結構人いるよ。ね。ねえ。中トロが欲しい。これがいい、うん、こっちでしょうか。美味しそうだね。ねえ、美味しい、よかったね。美味しい、やかるの。中トロ、ね、うまっ、うん、お魚、大きいのお魚がいて、大きいお口つけたって美味しいね。これユリの好きな味だね。美味しかったね。美味しかったね。やっぱ新鮮だったね。ね。夜のカニ鍋が楽しみだわ。ね。Thank you.
可愛いよね。でも素敵だね。西ちゃん、こういうのか、シンプルにさ、こういうのも素敵なんだけどさ、うんうん、どうする？ゆうちゃんさ、卵がいい。卵がいい。じゃあ卵にしようか。じゃあこの形ね。じゃあこれで卵型にしますって渡してくださいです。卵型にします。はい、了解です。ここをこっち向きにくるくるしてください。うん。はい、ありがとうございます。はい、ではこれ持ってお好きな。お席の方に座ってください。よかったら好きなデザインをしてっていただくためにスタンプ用意してあります。ちょっと出会いしたい。ほら、桜っぽい形あるよ。桜ねえ、桜の形でさ、ギュッとしてごらん。お、かわいい、かわいいかわいいね。あ、かわいい、かわいいね。ちょっとここへ行って。いいね、いいね、さなくない。お、いいじゃん。ちょっとどこしようかな。あ、でもそれで重なっちゃう気がするな。はい、裏返しにします。なんでバンド使うのかな。くっつけるからだよ。よいしょ。最後にドア閉めて、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 ボンで押さえていただきます。ここにセットしていただいて、で今まだボンドが乾いてないと無理やりこう開けるとガバッと取れちゃうの でそれをここに引っ掛けてシェードにして使うというようなものになります。そしたらね、うさぎさんを作ってあげます。おばさん特技があって、人に言われた動物は一発でハサミで切れるんです。何それ。あ、それっすか。じゃあやっていきますよ。一発で切れる。いくよ。まずね、これでうさぎさんでしょ。うさぎさん可愛い。すごいね。戻って。あ、戻され、戻され。うん、だんだん分かってくるよ、形が。あ、はい、どうぞ。で、ここがハートになってる。すごいね。ハサミだけでできるんだよ。すごい。すごいね。この楮っていう植物からできてます。紙は木からできてるって知ってますか？楮はですね、普通の木と違って成長がすごく早いです。でなかなかご存知ないんだけれども、こちらの方もその楮という昔ながらの原料 100% で手作りで作らせてもらってます。ここにね、ついてるから、これを水の中で取り除くっていう作業を向こうでやってました。ティッシュの紙とか新聞紙の紙とかって、この紙の繊維が1ミリとか2ミリなんだけど、和紙のこの繊維って7ミリから8ミリあるんです。すごい、うん、これがね、紙になるんだよ。紙、紙って和紙から作ってるの？そしたらもうすぐ日も暮れちゃうから、うん、
何にしようかな、腸にしようかな。じゃあ、ここ、うん、みーちゃん、できたよ。すごい紫しじみ腸、上手に描けてない？うん、ねえ、これパパ史上一番うまく絵が描けたかもしれん。見せて。あ、そうなんだ。見ながら描いたんでしょ。いや、ねえ、その見ながら描いたのにそれみたいな。ちゃんのちよちゃんのお話の始まり始まり、あるところに小さなかわいいちよちよが飛んでいました。うん、いくよ、次。ちゃった。ちょっと紙芝居の続きのやり方はちょっとわかんないんですけど。さあ、行きますよ。熱いよ、ちょっと。わかった。それから気をつけるね。うん。すごい。なんか開けてみて。うん。食べよう。うん。いただきます。ミッキー乾杯。これもさあ、ちょっと全然入りきらなかった原作まだあるからね、カニとか。よかったよかった、こんな少なくなかったよなと思った。いや、じゃあカニ、まずちょっとカニ食べてみる、やっぱりね。はい、美味しいでしょ。身ぎっしりだね。ね、気をつけてなっていうか。美味しい。そっか、今日締めがない。あの、明石焼き、あ、だって買ってないもん、明石焼きなんて。忘れてた。今日借りないじゃないつもりだったから。なんか雪の粒が大きくなったり小さくなったりの繰り返しだね。そうだね。どうなるのかな、明日の朝楽しみだね。ね、明日どっかで雪遊び、あの近くのスキー場に行こうと思う。スキー場だって明日。うん、キルだけだ、春菊ちょっとついてるけど。春菊付き、うん、春菊はいらんかな。嫌いだよね春菊。もう食べるよ。え、いいいい、置いといてくれる。食べたいよ。うん、もちろん。久しぶりにちょっと食べようかな。うん、じゃあ1個だけある。カニ鍋ってさ、うん、カニのお出汁で他のお野菜も美味しくなるからいいよね。ねえ、でも春菊はそこまで変わらんかったな。食べんでいい。すごいね。ちょっとママこういうの、あ、すごい、見て見て。おえ、これ何センチ、うん、すごいね。うん、ママの足跡埋めてくれてんの。え、ちょ、お手手ほんと冷たくなっちゃうよ。一回行こう、探検しよう、探検。冷た、
欲しいね。この辺だよね。どうやったら邪魔ならないもんね。なんかつけようか。じゃない。ねえ。これさ、スキー場行かんでもここだけで遊べるんじゃない？遊べるね。ねえ。なんかあっちにさ、なんか釣り橋あるじゃん。うん、すっごい綺麗なんだけど。ねえ。ちょっと行ってみる？ちょっと行ってみようか。投げれんの？
はできるんかね。ちょっと行ってみようか。そしたらまあ、頑張ろう。ダメだ、ブランコ使えなくなってる。あ、本当だ、閉じられてるね、うん、雪の中でブランコしたら気持ちよさそうなのにな。残念。残念。どうする、ちょっと森の中歩いてみる。行ってみよう。うWow.
よし、ここの階段ちょっと滑って降りてみるわ。ちょっと本当に気をつけてよ。よっしゃ、行くよ。よいしょ、あれ？そうだね。降りるの一緒になった、ね、いい感じで滑れたね。もう一回やりますか。疲れたね。遊びすぎじゃない？遊び疲れたって久しぶりだわ。うん、見て、また息強くなってきたよ。ねえ、めちゃくちゃ楽しかった。楽しかった。そっか、あんな上にさ、あのすっごい広いとこあると思わんかったね。うん、見ちゃった。けど踏むのが疲れた。踏むの疲れたよね。だって私ですら膝もう完全に埋まるくらいだったんだよ。ゆい、うん、これまで落ちたもんね。そりゃ疲れるよね。どうする？え、これさ、スキー場行く？うん、いや、よくない、うん、よくないっていうか、その体力ないよね。今度またスキー場はスキー場だけで行こう。うん、絶対その方がいいよね。うん、てかもうすぐ昼になるから、あそこのなんだっけ、ボンジョビ村でお昼を食べる。ジョンのみの里。いや、まあ、ボンジョビでもいいけどさ。え、嘘でしょ、ボンジョビの村じゃなかった？あ、そこ書いてあったよね。なんか多分ご飯とか食べれたよね。あったと思う。お土産屋さん、うん、見て、あなた最後温泉に入ってくれるかな。あ、それいいね。ね、ちょっと温めてからだ。そうしようか。やっぱ新潟すごいね。すごいわ。え、過去一じゃないかな。ねえ、さすがにここまで。うん、もうちょっと動けない。もうちょっとゆっくりしてから、もうちょっとゆっくりしてからお昼食べに行こう。うん、ねえ、手袋もしてない。ちょ、手袋してないから。逃げた。ちょ、手袋してないよ。逃げろ逃げろ逃げろ。何それ？ミョウガ。ミョウガトレーナー。へえ。めっちゃ可愛いんだけど。可愛い。似合う。似合うか。ミョウガトレーナーを着て、うん、ミョウガトートバッグを持って買い物に行こうか。いいんじゃない？これも可愛い。ね？どう思う？でもいいんじゃない？普段のお買い物に行くぐらいだった。うん、あ、
のこれ買おうかな。ゆうりはこれ。それめっちゃ可愛いね。これ買う。私これ動くっす。じいちゃんママみょうがとおそばくかみっちゃんこれ、うん、凍ってる。